はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら高知県の五面町というところにやってきています。今この目の前に土佐電交通と書かれていて、バス電車五面町、なんとねこちらローソンと一緒になっているこの路面電車の駅ということで、なかなかちょっと謎な駅、そしてねあちらの反対側を見ると土佐黒潮鉄道の五面町駅もあるということで、まあ、結構ね列車がいろいろ来ているところだと思うんですけれども、今回は皆さん、まあ、このね土佐電交通に乗っていきたいと思うんですけれども、路面電車ってどんなイメージがありますでしょうか。まあ、路面電車といえば、まあ、短い距離を走ったり短距離の輸送だったりというところのねイメージが大半かと思うんですけれども、まあ、その中でも今回はなんと日本一長い距離を走る路面電車に全区間乗っていきたいと思います。ではね今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、こちらローソンの反対側にやってくると、こちら線路がありまして、この左手側に止まっているのが井之駅という路面電車です。こちら1両編成の、まあ、なんともねこう古いようなこうのどかな感じの路面電車なんですけれども、こちら五面町から井之に向かっていく列車っていうのが日本一長い列車となっています。でこの目の前に止まっている井之駅は15時31分発ということで、まあ、今回はねその終点の井之まで何分ぐらいかかるのかなっていうところと、まあ、このね高知の土佐電交通、かなりね路面電車車窓も面白いところなので、こちらもね合わせてご紹介できればと思います。そしてこちらがね五面町駅の時刻表となっております。こちら五面町からの路面電車の時刻表なんですが、ちょっとこれ見てください。路面電車とはちょっと思えないぐらい本数が少ないんですよね。これ7時台はなんかすごくいっぱい走ってて、まあ、5分間隔ぐらいで走ってるんですが、日中なんとね20分間隔ぐらいですし、これ10時台とかね2本しか走ってなかったりとか結構少ないんですよね。おまけに終電なんか9時25分です。土日なんてね9時5分ということになっています。で、まあ、今回こちら乗車をしていく列車っていうのがこのね日本一長いこの路面電車なんですけれども、土日は基本的にね鏡川橋行きと朝倉行きしか運転されていないんですけれども、こちらです、今回使っていくのがこの15時31分発の井之駅という列車に乗車をしていきます。この15時31分とこの18時30分、1日2本、平日の1日2本しか走っていない、これがね、この五面町から走っていく日本一長い路面電車ということになっています。ではね、こんな感じでベルが鳴って出発するというなんか不思議な感じはするんですけれども、15時31分発、井之駅の列車、いよいよ乗車をしていきたいと思います。ではまずはこの路線がいかに長いのかっていうのを路線図を使って説明をしていきたいと思います。一番右出発は五面町というところから出まして、大量にこう駅がドワーッと来まして、一番ね高知の有名な場所播磨屋橋、高知駅前方面との接続のところを過ぎていって、そして鏡川橋、朝倉と行きまして、終点の井之まで結んでいます。駅の数終点まででなんと66個もあります。いや66個って結構すごいですよね。そして高知市だけじゃなくって他の市もまたいで運転しているところがこの列車の面白いところです。そしてこの主要運転系統図っていうところを見ますと、五面町から出た列車っていうのは基本的に長くても鏡川橋でストップということになっています。逆に井之からの列車は長くても文殊通りで終点という形になっているので、それらのね井之と五面町っていうのを結ぶっていうのは主要ではないっていうのがこちらを見ていただくと分かるかと思います。こちら車内のところには運賃表と改めてそれに対応したようにこちら路線図っていうのがついています。色がね違っていて、どこまでがどうだよっていうのがあって、この黄色いところっていうのは均一運賃区間みたいな形となっています。井之から五面町までなんと 22.1km ということで、めちゃめちゃ距離が長くなっています。そして五面町からの運賃なんですが、一番安くて130円、一番高くて480円ということになっています。130円から480円、結構ね幅があるかと思うわけなんですけれども、こちら井之までが480円、まあ、22.1km で480円っていうのは、まあ、高いか安いかで言えば、 JR で 22.1km 乗りますと料金が450円なので若干ね高いかなっていうところになっています。ちょっとねこれ指で指しているところ違うんですが、こちら旭駅前通りではなくって千代町3丁目っていうところまでが330円になっていて、その先井之までは全てね480円になっているので、本当ですね、距離からしてみますと10キロ以上の区間っていうのはもう480円固定で実際はね乗ることができるという形になっています。
なみに五面町から高知駅まで乗った場合も480円ということで、播磨屋橋から乗り換えても480円ということになっています。参考までにこちら五面町駅からの土佐黒潮鉄道を乗った場合の運賃なんですが、この土佐黒潮鉄道は高知の方まで直通をする列車もちゃんとありまして、高知までは料金が470円となっています。先ほどご紹介した路面電車高知までは480円なんですが、高知まではね10円、こちらの JR と土佐黒潮鉄道の方が安いということになっています。ただしその先朝日や朝倉までは570円とかっていうことになっているので、朝倉まで行く場合はこちらの土佐黒潮鉄道よりも路面電車の方が安いということになっているようです。はい、こちらがですね今回利用していく列車の車内となっています。路面電車1両編成ということで、クロスシートとかはなくって、車内は全てですねロングシートとなっています。1時間以上なんですけれども、もちろんトイレ休憩とかトイレはねついておりません。そしてこのツイカーの形結構古そうだなと思いまして、少し床面とかを見てみたんですけれども、こちら車内客室のところはこれねカバーみたいなものがされているわけなんですけれども、運転手さんのところをよく見てみますと、なんとねこちら木がね露出をしているということで、この列車かなり古い列車となっています。1957年でしたね、57年に登場した列車となっていますので、なんと今年で64年ということでですね、かなりおじいちゃんな列車となっています。このようにねコードとかがね露出しているところも面白いところではあるわけなんですけれども、まあそういったね路面電車を大切に高知では今ね使っているよっていうところが改めてわかるかなというところになっています。はい、ではねこちら早速五面町駅出発をしていきます。ということでね、こちら五面町を出発した後、1日2回しか聞くことのできない車内放送というものをぜひお聞きください。こちらですね五面町の付近の駅名と井野駅が入った車内放送は平日2回しか聞くことのできないレアなものとなっています。そしてこの列車路面電車なんですけれども、今右上のところ信号が見えているかと思うんですけれども、五面町出たところでは専用軌道のところを走っていきます。実はこの土佐電交通は桟橋車庫っていうところが車庫になっているわけなんですけれども、五面町の付近でも何本かね列車を留置することが可能なので、こういった形で駅の付近には留置線みたいなところがついております。ということでこちらね1つ目の駅到着したんですけれども、この五面東町から先っていうのが今左手側に道路がね見えてきたと思うんですけれども、併用軌道というところが入っていきまして、いよいよね路面電車らしい車窓がまずはねスタートしていくということになります。ただしこの先もずっとね路面電車の併用軌道だけを走っていくわけじゃないので、なかなかねこの土佐電交通の面白いわけなんですけれども、それぞれねポイントを絞りまして皆さんに全面展望からご紹介をしていきたいと思います。こちらどんどん上がっていく車内の運賃表示なんですけれども、最初のこちら五面中町東町のところでは130円からスタートしているっていうのが改めてわかるかと思います。こちらがねどんどん埋まっていくところもねまたご紹介していければと思います。そしてちょっとですねこちら反対向きに乗った時の動画にはなってしまうんですが、こちら併用軌道と専用軌道それぞれね交互に行き来したりしてこの列車走っていくんですが、こちら今線路見えますかね、なんと線路の半分が専用軌道としてレールがしっかり見えてるんですが、半分はなんとね道路に埋まってしまっているというですね、ちょっとこれ不思議な光景っていうのを車内から見ることもできます。左側はしっかりとですね枕木があって線路も見えているんですけれども、右側のそれもね反対側だけの線路が道路に埋まるという、これもねなかなかこの土佐電しか見ることができない面白い光景となっています。そして次の駅、実は一条橋という駅になるんですが、この一条橋と清和学園前という駅の間の間隔っていうのがなんと日本一短いものとなっています。今左側に見えているのが先にできた一条橋という電停です。もう奥にこれ駅見えてるの分かりますか。一つこれ橋を渡って次が清和学園前という駅なんですが、この間なんと63メーターしかありません。
いやこれすごいですよね。63メーターってなんか50メーター走ですらできないよっていうぐらい短い間隔なんですけれども、こちらは清和学園というものができまして、利便性のために追加で作られた駅となっています。こんな話をしていましたら、続いてご紹介した駅、両石通り駅です。目の前にポイントがあるかと思うんですけれども、この両石通り駅では結構折り返す列車がありまして、そのため左前のところにトイレもあります。このね、線路のところ、左側は専用軌道、右側が併用軌道みたいに作られているっていうのもこの両石通り駅の特徴となっています。この駅は午後になると結構ね、折り返しの列車が存在しています。そしてね、これ線路を見ていただきたいんですが、専用軌道なのか併用軌道なのかよく分かんないところを走ってますよね。なんかこう無理やり踏切みたいな感じで作られちゃっていて、線路のところにね、なんか砂みたいなものがまき散らされているような感じになっていて、ちょっと滑らないか心配だなっていう区間もこの列車は走っていきます。そして続いてこちら、ケラ通りというですね、均一区間のスタートなんですが、左側は実は電停あるんですが、右側はね、なんと道路上が安全地帯みたいな形になっていまして、まあ、そういった形でですね、実はあまりにね、場所が狭いというところで、片方は綺麗に電停があるんですが、片方はね、道路に降りなければというところがあるのも、この都電交通の特徴となっています。そしてそんなお話をしていましたら、またもや目の前のところポイントが見えてきました。次の駅は文殊通りという駅となっています。この文殊通りはこの路面電車にとってはめちゃめちゃ重要な駅となっています。というのもこの列車ですね、行き先となっている伊野駅に行く列車はこの平日2本の列車以外はすべて文殊通りから出発をするということになっています。そのため左前のところにトイレもついているわけなんですけれども、ここはね、少し重要な駅となっているので、別途ね、別で撮った動画ありますので、そちらでご紹介をしていきたいと思います。今ですね、列車が反対側ですね、こちら御免の方に走っていったわけなんですけれども、あの列車はこの後折り返しで伊野行きになる列車となっています。今日はちょっとポイントのところで作業をしていたのでちょっとあれだったんですけれども、ああいった形で、まあ、実はね、ここから先御免の方は最初にご紹介したように列車の本数かなり少ないので、本線でね、待機することが可能なので、あちらでね、時間まで待機をして、時間になると本線を若干逆走して、このような形で渡り線を走ってきて、そしてね、こちら文殊通りから改めて伊野行きになるよといった運用に着くという形でですね、こういったですね、若干の逆走みたいなところっていうのをこの文殊通りでは見ることができます。こちらですね、文殊通り行きで入ってきたわけなんですけれども、ここでね、行き先を変えまして伊野行きに変わっていきます。ちなみに右手側に入ってきた列車は御免行きということになっているので、御免行きと伊野行きがこういった形でね、並ぶよみたいな形になっています。そしてこのね、コースの列車、この列車を含めて結構ね、おじいちゃんの列車が多いわけなんですけれども、一部列車はですね、連接かつ低床の列車っていうのも導入をされています。その列車が間もなくね、右のところで行き違いを行う列車なんですけれども、名前がハートラムという列車で3両編成となっています。こんな形でですね、列車走っているんですけれども、ただね、本数かなり少ないので、実際はですね、駅の時刻表を見てようやくね、分かったりとか、ヤフーのね、乗り換え案内だとあちらの低床の列車の運用というのが分かったりするので、よかったらね、高知来られた際にはあちらのね、低床車ハートラムという列車も乗られてみてはいかがでしょうか。そして今ね、お聞きいただいたかと思うんですが、実はこの高知の路面電車、なんかミュージックホールみたいなものがついているんですね。普通の警笛もあるんですが、なんかね、そういったものを使い分けているところがちょっと面白いなと思いました。そしてこちらですね、ちょっと大きい川を今渡っております。こちらは国分川という川なわけなんですけれども、路面電車なんですけれども、このようにね、結構本格的な橋梁っていうものが用意をされていて、こちらはね、専用軌道になっているんですけれども、そういったところをね、走っていくっていうところも面白いなというところになっています。こちらの部分というのは架線というものもなんかこう専用みたいなものになっています。そしてこのね、国分川を渡ってくると、いよいよマンションとか見えてきまして、道路もね、右から左からというところで集まってまいりました。そうなんです、ここから先いよいよ高知の市内のそれもね、ど真ん中のところを走っていきます。ということで、このね、架線っていうのもなんかこう併用軌道チックになってきたわけなんですが、この次の電停、千代町3丁目からは運賃も480円となる区間になってくるわけなんですけれども、まあ、それだけでなくってね、この高知の本当にど真ん中のところを併用軌道で走っていくということになっています。
ということで、こちらですね、運賃表の方を見てみますと、ネクスト千代町ということで、千代町3丁目を出たところで、7番、五面町から乗ってきた人は480円ということになっています。そして4番、市内のところの均一運賃は200円となっていますので、この先10キロ以上ずっとここまで乗っても480円という、ある意味太っ腹な区間に入っていきます。そして併用軌道の区間に入りまして、真下のところ、路面のところを見てください。なんかね、こう岩というか石というかみたいなものが敷き詰められていますよね。先ほどまで専用軌道のところは枕木があったところ、そして併用軌道もなんかこうアスファルトに埋まったこのね奥のところみたいになっていたんですけれども、それだけでなくってなんだかねこう岩みたいな特別に路面電車のところだよっていうのが分かるような区間っていうのもこちらでは用意をされています。そしていよいよですね、車の数も増えてきたなというところで、この列車はまもなく電鉄ターミナルビル前というところに到着をします。そして左前のところに運転士さんがいらっしゃるんですが、ここまで五面町からやってきた運転士さんはこちらで交代になります。そしてここでもね渡り線がついていたので列車の折り返しができるようになっています。目の前には何やら不思議なポイントが見えてきました。そして現在時刻が4時9分というところで、五面町を出てからだいたい40分、何やら不思議なポイントが見えている。そう、あのポイントは播磨屋橋のポイントとなっています。このポイント全国的にも珍しいダイヤモンドクロスの伏線バージョンとなっています。左手方面に行く線路があるかと思うんですけれども、そうなんですね、このポイント何がクロスしているのかと言いますと、高知駅と桟橋通り5丁目奥に列車が見えているかと思うんですけれども、別系統の列車とのこちらね接続点となっています。そして桟橋車庫に列車が行く際はこのポイントを左手側に走っていくところが見ることができるわけなんですけれども、そういったね交通の要所となっています。左奥のところには赤色のね橋のようなものが見えているかと思うんですけれども、あれが高知の観光名所播磨屋橋です。そしてねこの右の列車若干赤いんですけれども、この列車もともとは名鉄を走っていた列車となっています。ではこの通過の音がね結構特徴的なのでお聞きください。ということでお聞きいただけましたでしょうか。結構で不思議な音、ドガガンドガガンという音がするわけなんですけれども、あちらがねダイヤモンドクロスの通過音となっています。そしてこの左側にある駅っていうのが、まあ、高知の、ね、中でも一番有名な播磨屋橋電停となっています。そして大橋通り高知城前付近のところでは、今ね目の前線路見えてるかと思うんですが、軌道緑化工事みたいなものが行われていまして、併用軌道の区間はまだまだ続いていくんですけれども、線路のところにね緑の、まあ、草というのがね生えていて、結構綺麗な見栄えのいい区間となっています。そして車窓右手側、県庁前のところでは高知城と高知の県庁を見ることができました。こういう形で車内のところからもちょっとした観光ができるっていうのも路面電車の魅力の一つかもしれません。そして続いて朝日駅前通りというところで、何やら不思議な標識が見えてきました。道路とこちらね車っていうのが共通でね走っていいよみたいに書いてありまして、ややここまでもね併用軌道じゃない階っていうところではあるんですが、どうやらそれだけではなくって、直線のところ、こちらですね伏線が走っていて、なおかつね道路も狭いということになっているようなので、どうやらこの線路の上っていうのを車が普通に走っても OK だよという区間になっているようです。まあ、こういったのがねなかなかこれ広島とかでも見ることがないので、結構これ面白いなっていうふうに今回思いました。そして続いてご紹介したいのは鏡川橋駅です。この駅もかなり重要な駅となっています。というのが先ほど文字通り駅でもご紹介しましたが、今日やってきた五面町まで行く列車っていうのは基本的にここ鏡川橋で折り返すという形になっています。そのため文字通りとはまたちょっと異なった構造をしています。今目の前のところに渡り線のようなものがあるんですが、まあ、これはですねもちろんこの先折り返すためになっているんですが、左側のこの電停実は降車専用です。右手側にある電停っていうのはこの鏡川橋から五面町方面に行く電停で、まあ、普通のね方面ということになっているんですが、なんとこの先伊野方面に向かう場合は鏡川橋駅2つもあるんですね。一つは降車、一つはこの先伊野方面ということで、なんとね一つの電停なのに2つの駅に分かれていて2回ドア扱いを行う、こちらが鏡川橋駅となっています。こういったね一つの駅でね1回止まって動いて1回止まってみたいなことを行うのって結構珍しいですよね。
あ、まあ、それは置いときまして、ちなみにこちら目の前線路見て分かりますでしょうか。実はですね、この先なんとこの路面電車単線に入ってしまいます。この鏡川橋から先っていうのも御免町と同じくかなり本数が少ない区間になるわけなんですが、御免町はそれでも直線になっていましたよね。まあ、もちろん御免町駅のところは単線ではありましたが、ただそれは置いといても、この先普通のね本線の区間も単線になっていくっていうところで、これ結構珍しい区間ではないでしょうか。ということでね、こちら重要な駅鏡川橋駅のところをご紹介させていただきました。ただこの単線っていうのは実はね、この鏡川橋駅降車用と乗車用のホームに分かれている理由の一つとなっています。というのもこの先もちろん単線になっているので行き違いが必要なんですね。行き違いをするプラス先ほどの渡り線っていうところを考えた場合に、2つに分けておけば列車がね十分に待ったり折り返すことができるよということで、この先の単線を見据えて実はね先ほどの鏡川橋駅がああいったちょっと特殊な形になっていた、これがね答えとなっています。そしてこちらですね、そこまでずっと併用軌道が千代町3丁目から長く続いてきたんですけれども、鏡川橋駅出たところで、これこそね今これ渡ってる橋が鏡川橋っていうんですけれども、一旦専用軌道ということで列車のみの橋を渡っていくというところになっています。そして鏡川橋渡ったところでですね、再び併用軌道入っていきますが、ここから先の光景ちょっと衝撃的となっています。それがですねこちらでございます。なんとこちら片側1車線ずつの2車線しかないんですけれども、そのところにですね片側路面電車がちょっとお邪魔しますということで入ってきちゃってるんですね。ということで今ね道路を走る車っていうのが路面電車の線路走ってたかと思うんですけれども、この先車がね行き違いする空間すらありません。ということで反対側高知方面に行きたい場合はもうほぼ必ずと言っていいですよね、路面電車の線路の上を走らなければならないということで、これね結構路面電車側も気使うと思うんですけれども、道路をね走行している運転手さんもちょっとねこれ気を使いそうな、特に雨の日とかはね自転車含めて怖いような場所となっています。そして今ですねこちら鏡川橋の次の電停出たところなんですけれども、少しこれ空間が広くなっていて、右手側に列車が止まっていると思うんですけれども、そうなんですね、こんな狭いところなんですけれども、行き違いはね行わないとこの先朝倉方面行けないということになってしまうので、行き違いゾーンというのも用意をされています。ということでこんなね狭いところでこちら行き違いを行うということで、歩行者の方もいらっしゃるわけですから、かなりの迫力になりそうですよね。まあ、このね土佐電交通今回御免町の方から乗ってきているわけなんですけれども、本当になんかいろんなね顔をね見せるような区間というのをこちらの列車は走っていきます。まだね他にもご紹介したいところはあるわけなんですけれども、これもねまた一つの高知の土佐電交通の魅力となっています。今目の前ね道路車走ってきているわけなんですけれども、すごく気を使いますよね。ある意味逆走みたいな形でね車走っていかなければならないわけなので、路面電車にも気を使いますし、対向の車にも気を使うというね、ちょっと非日常的な体験というのをこちらではすることができます。そしてもちろんこんなところでは電停も安全したいということで、道路の上に広が塗られているだけのものとなっています。そして今停車している電停、こちら秋物町東町という電停なんですけれども、最初の方ですね文字通りの手前のところでご紹介したケラ通りというところから、今の秋物町東町というところが市内均一運賃200円区間になっているんですけれども、ここから先は再びですね距離制の運賃に切り替わるところとなっています。そしてさらにさらに面白いのが、こちらこれまで2車線だったんですけれども、今度はね道路が登場するんですね。これ片側1車線ずつプラス真ん中に路面電車というですね、またこれもね面白いところになってくるわけなんですけれども、こういった形でですね道路のところに半分お邪魔して電停失礼しますといったところもあるというので、いや車の方はねこちら気使わないんですけれども、今度はね歩行者の方が車に気を使うようなゾーンというのも用意をされています。そしてね目の前のところね今路面電車がやってきたわけなんですけれども、こういった形でねちょっとねこれ駐車をねされてしまうと車側もね結構困っちゃうねというところで、ささっとね路面電車が見えてきたら道路の方はね車はね全部横に避けていくっていうところで、皆さんね本当路面電車とのね共存よく分かってらっしゃいますよね。さらにねここにねバスも走っているっていうところがなかなか面白いですよね。路面電車だけじゃなくってバスもね走ってしまうんですね。
そして続いての電停ですね、ご紹介するところ朝倉の電停となります。右前のところ先ほどと同じくですね、またねこれ行き違いができるようになっているわけなんですけれども、こちらの朝倉電停は高知大学の最寄りとなっています。そしてここではですね、なんと線路の真ん中のところに人がいらっしゃるんですね。運転手さんじゃなさそうな方、この右前の列車の運転手さんじゃない方が今こちらの方に寄って来られました。そして何やら不思議なものを持たれています。ここで乗務員交代が行われるのかなと思いきや、そうではないんですね。そしてこれ結構おりますよね。そうなんですね、大学近いということで結構多くの方がおりられるんですが、それが終わるとなんと不思議なものを今手渡されました。はい、これが何かと言いますと、タブレットと呼ばれるものとなっています。これはですね、通標式というシステムで、列車がですね、このタブレットと呼ばれるものを持っていないと走っちゃいけないということになっていまして、まあ、信号とかでの行き違いではなくって、このタブレットを持った列車のみここから先の区間を走れるよという区間になっていて、行き違いとかで列車が来た場合もこのタブレットを渡していただかないとこれだけに進むことができないという、まあ、今ではねちょっとあまりこれ今目の前見えてるかと思うんですけれども、採用例がもう少なくなってきたシステムではあるんですけれども、こういったねちょっと昔ながらのシステムっていうものがこの先の区間では使われている。ちなみにねこの方式を使っている路面電車はもう工事でしかありませんので、かなりね珍しいですよね。ちなみにこの先井の前の全区間でこのタブレットの閉塞っていうシステムを使っています。そして朝倉までは道路のところを走ってきた併用軌道となっていたわけなんですが、朝倉の駅前のところを出ていきますと、いよいよですねこちら道路の端っこのところをこちらのね列車は走るようになりまして、まあ、いわば半分専用軌道というところで、御免町をね出た先のところのような形となっています。ということでこちら線路の方を見ていただくと、レールもねしっかりと出ていますし、枕木もねしっかりとついていますし、踏切もしっかりと用意されているという形になっています。ちなみにこの区間はずっと単線なので、駅の構造っていうのも単線のところに右側左側それぞれに電停が用意されているっていうものが大半となっています。そしてこちら八代通りという駅を出たところ、実は少し大事なところなのでご紹介をします。この先ですね、実は一瞬伏線になるところがあります。これもまた先ほどと同じく行き違いができる場所となっています。この井野から八桜間、まあ、実はですねタブレット閉塞っていう話は先ほどしたんですけれども、ここ1箇所のみでしか行き違いができません。現在はねあまり使われてないということで線路も錆びちゃってるんですが、一応タブレットの閉塞もここを1つの区切りとして、ここでね行き違いができるということになっているので、ここまで列車が来ないと反対側の列車は出ないよっていう形になっています。まあ、ただね現在井野からの列車っていうのはかなり列車の本数少ないということもありまして、行き違いもねあまり行われてはいません。まあ、ただ逆に言えばこういった形で本数が少ないっていうこともあるので、現在もねタブレットの閉塞っていうものが使えるという形になっているのかもしれません。そしていよいよ終点の井野が近づいてきました。ということで専用軌道だったんですけれども、なんかこう若干埋まってるので、やっぱり専用軌道なのかなっていう感じがしちゃうんですが、まるで併用軌道みたいな感じになってきました。目の前の交差点左側に行くと JR の土山線井野駅ということになってくるわけなんですけれども、いよいよね終点の井野に近づきます。この駅を出るともう終点の井野です。ということでね運賃表を見てみますと、7番からこちらね3番というところでほとんどの区間がね埋まってるんですよね。ネクスト井野17時4分ということで、いよいよ終点に到着をします。こちらね右手側の方からなんか不思議な線路、そしてねこの井野駅も2つのね線路に分かれているんですけれども、車が通せんぼしているので、いよいよこれがね終点だっていうのが分かるかと思うんですが、終点の井野駅に到着です。はい、ということでねこちら終着の井野駅の方に到着をしました。この井野駅、先ほど御免町駅というところが終点の線路になっていたんですけれども、この架線を奥の方に辿ってみますと、あちらの先頭のところ白いねこうなんか棒みたいなものが立っていまして、なんかもう線路はねまだこの先もあるんですけれども、もう駐車場になっちゃって、もう電車はねとても行けるような状況じゃなさそうです。そして列車の方もどうやらねこの奥にホームがあるので、そのまま折り返しをしていくということになっています。そしてこちらもですね、ここ走ってきた列車の線路なんですけれども、このね左手側の方にもなんかねこれ線路が切れちゃってるんですが、なぜかね変な場所が空間がありまして、まあ、こちらの方はねまたちょっと別の機会に行ってみたいと思うんですけれども、なんか不思議な配線のようなところがこちら広がっています。
電車に注意って書いてあるんですが、これねもう繋がってないので来るわけはないんですよね。そして今回ね乗車をしてきた列車は再び御免町に行くのではなくって門司通りの方に帰っていくという運行をしていくようです。そしてこちらの井野駅、本当にね終着というところなんですけれども、こちらの時刻表を見てみますと、なんとですねめちゃめちゃ本数が少ないということで、1時間に1本しか運転されない時間もあるんですよね。まあ多くても2本、少なくて1本という、ちょっとだいぶね、寂しいこちら時刻表となっています。ただ、終着のね、最終の列車なんですけれども、22時まで走ってるってことで、まあ鏡川橋ということでね、播磨屋の方には行けないんですが、10時台まで走ってるところはちょっと特徴的ですよね。御免町は9時台で終了ということになっていました。そして、ここからね、出ている時刻表というかね、列車なんですけれども、門司通り、桟橋車庫前、鏡川橋、そして千代町ということで、帰りは御免町までは行かないということで、頑張ってもねこの門司通りまでしか行かない列車ということになっているので、このね御免町からの日本一長い路面電車を体験できるのは御免町から井野駅だけということに現在ではなっています。さてということでね、こちら15時31分に御免町駅を出発して、この井野駅終着点に到着をしたのは時刻にすると17時5分ほどだったので、だいたい1時間半ぐらいでやってきました。ちなみに距離なんですけれども、御免町からこの井野までは22キロほどとなっています。駅数はなんとね65駅、今回は全てのね駅を通ってきたということになっています。ちなみにこのね日本一長いこの土佐伝の列車に比較すると、一番ね長そうなところっていうのが広電宮島線っていう列車がありまして、そちらがですねだいたい宮島まで21キロぐらいということになっているんですが、そちらはなんとね駅数が39ということで26個も少ないんですよね。まあ実はね広電の宮島線っていうのは広電西広島から先は鉄道線っていう扱いになっているので、ちょっとホーム数駅のね数も少ないってことはあるんですけれども、まあにしてもね多分この列車が明治ともに日本一長いこの路面電車になっているのかもしれません。でこのね路面電車乗りたければ御免町から平日2本しか走っていないという、ちょっとね逆の意味で貴重な列車になっていますので、もし乗られる際には平日の15時30分か18時30分の列車に乗ってみてください。まあ、なかなかね乗車時間長いということで、路面電車では味わえないような長距離の乗車の体験をすることができます。はい、ということで、ね、今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。